着くのか。偉人町に着いたようですな、矢神氏。今どうなってる？ RK は動き出してるか。ええ、それと先ほどからネットにある写真が出回り出しています。おそらく桑名さんが意図的に流した写真かと。今そちらの端末に送りました。待ってくれ。これは河合真也、その死体か。そうです。画像データに含まれている情報から撮影されたのが数分前であることと撮影地点の緯度と経度が分かりました。横浜の海沿いにある倉庫会社です。所有者はセイレーンのマスターと同じ名義でした。セイレーン。倉庫の場所を教えてくれ。いえ、今杉浦氏が車でそちらに向かっています。海藤さんと東さんも。矢上氏は伊勢崎ロードを抜けて鶴亀街道に出てください。わかった。いつも助かるよ、つくも。神室町では矢上氏に鍛えられましたから。RK か、いつも数だけは揃えてきやがる。僕らを桑名さんとこに行かせたくないってこと？こっちの動きはお見通しってわけだ。もう人目があってもお構いなしって感じだな。何あそこ、ちょっとヤバくない？警察呼ぶ？海藤さん、あんま時間ないんだ。いつもより薪で頼むよ。おい、急いでんだとよ。ぼさっと突っ立ってねえで来いや。そこの4人、動くな。肝心な時いないで、面倒な時に来るんだよな。あいつでも公安の差し金か。さあね、どの道構ってる暇はないんだけど。おい、大丈夫だ。そいつらは俺が知ってる。鍋さん。こっちは三越場の件で江原を調べられることになったぜ。お前らこんなとこで何やってんだ。桑名がまずいことになってんです。警察にも応援頼めますか。まずいってなんだよ。下がっててください。こいつらは我々で取り調べます。それは後で。人が殺されるかもしれないんだ。黙れ。なあ、こいつらの身元は分かってんだ。ここは俺が補助するから。何すんだ。そっちこそ邪魔をするな。お前、所属と名前は。こっちはあんたよりずっと上の指示で動いてんだ。いいから引っ込んだろ。刑事が警官にわっぱかけられたらもう終わりだぞ。誰の指示がありゃ刑事殴れるんだ。なんか妙な雲行きじゃねえか。全員手を挙げて車の方向け。早くしろ。あれ、矢上さんじゃん。こんなとこで何やってんの。まっつん、あかね。おい、これだ。ちょっとなんだよ。いや、皆さん、警察が友達のスマホを奪おうとしてます。これって許され
られるんでしょうか。ナイス杉浦、車だ。オッケー、やめろ。誰か、おまわりさんが触ってくれ。やるじゃねえか、あいつら。行くよ。おい、おっと。鉄装RK と警官以外は味方みてえだな。ああよし、クアナんとこに急いでくれ。了解、分かってますって。つくも、倉庫に着いた。そっちから見える？いいえ、見えますぞ、八神氏。こちらは RK がそこら中にいるという状況です。相馬は？姿は確認できてません。桑名さんもまだです。そっか、倉庫に入っていった RK の人数は？ざっと100人ほど。 100？ とにかく倉庫が広いもので、その100人が河合の死体を探し回ってるようです。まだ運び出された様子はありません。スコモ君、車は倉庫のどこにつけたらいい？敵はもう皆さんに気づいて待ち構えています。どこから行ってもお出迎えは避けられません。ってことは正面から堂々と行けってことだ。始めようか。なんか前にもこのメンバーで似たようなことがあったんだ。血が騒ぎますね。生きてるって感じがしますよ。東さん、どんだけカムロ町で退屈してたの？行くぞ！何してんだ？この人たち、みんな勝手にここへ入り込んできてんだよね。手当たり次第ぶちまけてやがる。河合の死体を探し回ってたんだ。ああ、だがこの様子じゃまだ見つけちゃいねえようだな。死体も桑名のこともよ。よし、探し物は後だ。こいつらぶっ殺せ。これでしまいか。こっちはまだまだいけんぞ、おら。見たことない番号からだ。え？クワナだ。おいでなすったな。これで役者が揃った。あんたもここにいるんだな。今どういう状況だ。あんた何やろうとしてる？河合の死体を餌に、ずっと居場所のわからなかった相馬をここにおびき出したんだよ。
奴も今この倉庫に来てる。じゃあお前、楠本玲子に電話したのも全部相馬を捕まえるためだったのか。ああ、捕まえてその顔を光にさらす。奴が好き勝手できんのも闇ん中でだけだ。それを操る公安の黒幕も引きずり出してやる。そして二度と楠本さんに手出しさせない。あの人はあんたを裏切ったんだぞ。わかってる。でもいいから手貸せ。相馬をおびき出せるのはこの一回きりだ。俺一人じゃ相馬を殺せはしても生け捕りにはできない。手借りたかったんならそう言っとけや。敵を騙すにはまず味方からってね。それにお前らが来なくたってプラン B はあったさ。いいか、俺は地下倉庫の一番奥にいる。もう相馬も近くまで来てる。急いだ方がいいみたいだな。たく、100人に囲まれといてどんなプラン B があんだ。それはそれで見てみたかったかも。下にも RK たちがいるんだろうね。だろうな。あん？上のやつらは何やってんだ。おい、こいつらやっちまうぞ。てっ、開かねえか。裏からつっかえ棒でもしてるのかもな。おい、どうすんだ。他に行けるところがないか探してみよう。なあみんな。お、何か行けそうな場所でも見つけたか。ああ、行けるかちょっと調べてくる。みんなは追っ手が降りてこないか見張っててくれ。わかった。後ろは任せとけ。慌てずに急げよ、タボ。これをなんとかしないとな。ふん、よいしょと。よっしゃ、来たな。さっさとクワナのとこまで行こうぜ。おい、待てこら。たく、どんだけ嫌がるんだよ。タボ、杉浦、ここは俺と東で食い止める。お前たちは先へ行け。頼んだ。東、海藤さん、うるや。また荷物の山か。ま、八神さんと僕だったらなんとかなるか。よっ。この近くには RK はいないみたい。八神さんも進めそうな場所からついてきてよ。八神さん、ちょっとこっちも忙しくなってきた。先行っててくれる？おい、大丈夫か。多分桑名さんよりはね。ほら行って、八神さん。くそ、すぐに追いついてこいよ。分かってますって。まだいるぞ。どうする？タボ、梅雨払いご苦労だったな。おかげでこんなの見つけたぜ。乗ってく。当然。ふざけた真似しやがって。
ぶち殺してやる。いい加減にしろよ。行くのか。行こう。行くか。またエレベーター。多分これで一番下まで行けるんだ。桑名さんも相馬もそこにいるはずだよね。なあ、行こう。死体と桑名一人だ。早く見つけてさっさと出ようぜ。誇りっぽいんだよな。本当に桑名もここですか。こんだけ探してんです。もう逃げたんじゃ。だとしても河合の死体はここだ。俺らが来るまで出てった車はないんだから。とにかく死体だ。桑名を後回しでもいい。相馬さん、ありました、河合の、河合の死体。ほらな、お前らやればできるんだよ。よう、どうなってる。俺が見つけたんです。今引きずり出そうとしてんですけど。すぐに運び出すぞ。こいつはある筋に高く売れるんだ。みんなよくやった。桑名だ。隠れてやがったな。出てこいよ。俺らと交渉したかったんじゃねえのか。そんな銃撃たれちゃ交渉なんてできねえだろ。やっと見つけたぜ、相馬。なんだよ、ネズミは全部で何匹だ。まず一匹、一番しょぼいのからだ。いってえな、この。一番しょぼいのは俺らが相手だ。誰がしょぼいって。邪魔すんな。おら、間に合ってくれたな、八神。これであんたの計画通りになったか。あとはそこの殺し屋を生け捕りにして吊るし上げたら完璧だ。俺を殺し屋だって。お前が言えた口かよ。何人殺してんだっけ。俺は元国語教師だ。口喧嘩なら相手が悪いぞ。そうか、やっぱりな。昔一番嫌いだったのが国語の専攻だ。そう、まあ、お前はこじらせ果てたクソ野郎だよ。潜入だかなんだか知らねえが、一線越えるのをへとも思ってねえ。潜入ってなんだ。仲間の前で人聞きが悪い。沢先生を死なせた。絶対に許せねえ。そういうのは自分が有利な時に言うもんだ。みんな遠慮すんなよ。本気出していいからな。オッケー、任せとけ。おーや、
行け、サボ。ヤガビ。付き合ってもらうよ。